で終わる、投票が終わるまでまだ総選挙は終わってないんですけど、この期間こうなんか長くも感じたし、早あっという間というか早くも感じたなってすごい思っていて、でもその期間ずっと皆さんが一緒にねその日々を過ごしてくださって応援してくださって、それが本当に嬉しかったですし、それが本当に自分の自信につながるなって改めて思いました。そして本当に感謝の気持ちでいっぱいです。今も緊張していますか？緊張してる、怖いけど、多分本当のなんだろう、もっとめちゃめちゃ緊張は直前っていうか、もう始まる、総選挙が始まるってなったらもっと緊張するんだろうなって思ってます。今日もメグと同室です。お邪魔してます。ここへ、ここめっちゃ声響くのね。あ、叫んでる、これなんだろう、すごい。あ、間違えた。めぐちゃんもこの後配信するね。めぐちゃんもこの後配信するみたいです。ブラシ落ちてて、今夜はちゃんと寝れますか？頑張って寝ますよ。今日ねちょっとでも寝ないと明日ね一日しっかり過ごせないと思うので、そう、いやもう手応えとかっていうか、なんか自分で頑張ってやりきった悔いはないって今日までねはすごく思うんですけど、でもなんかその結果とかもわからないし、本当にその日になってみないとっていうか、もう本当に何もわからない感じなので、だからなんかもうそういうのはなくて、とにかく怖さと不安と、でもやりきったから自分を信じて、ファンの皆さんを信じて結果を待とうっていう、なんだろう、ポジティブ、怖いけどポジティブな気持ちっていうかでいようって思ってます。でもだからこそそんなね何も見えてないしわからないじゃないですか、で結果は、でも応援してくださった皆さんがいてくださるっていうのが嬉しいし、なんていうのかな、こうその期間ファンの皆さんと同じ気持ちで一つまた新たに絆が生まれて一緒に頑張ってこれたことが本当にそれだけでも本当に感謝だし、それがなんか総選挙の一つの大きい意味というかだなって自分で思ってるので、でもそこまでたくさん応援してくださってるからこそ、やっぱどうしても総選挙って順位結果がつくものだから、目標に近づきたいっていう思いはあるし、だからこそ不安で怖いけどいい結果を待ちたいなって思っています。あお落ちちゃう。最遠席から応援してるね、ありがとう、嬉しい、嬉しいです。皆さん最遠席に来てくださる皆さん、さやメールではお知らせしたんですけど、ぜひピンクと黄色の2色のねサイリウムが私の推しサイリウムカラーっていうんですか、推しカラーみたいな感じに一応してるので、ぜひそのカラーにしてくださったら嬉しいなと思ってます。できる方はピンクと黄色の2色で、いけないけど応援してる、ありがとう、嬉しいです。とってもテレビの前で応援してるね、あーありがとう。そう、多分なんか来れないよって方とか、行く予定だったけど来れなくなっちゃったよって方も多分いると思うんですけど、それでもどこにいても気持ちは
一緒なので。そうそう、サイリウムカラー。お、名古屋在住だよっていう方もいますね。すっぴんじゃないんですけど、なんか朝メイクしたからもうほぼほぼ取れてしまってるところがあるって感じですね。ねえ、本当にギリギリまで応援してくださって皆さん嬉しいです。今何分分かったりしますかね、皆さん。ちょっと待ってね。お、18分ぐらいか。もうほんとそろそろにちょっと配信終わらなきゃなんですけど、すいません、今日は戻った、なんか止まっちゃった。そう、めちゃめちゃ短い時間しかできなくて申し訳ないんですけど、消えた、そう、消えちゃった。一回だ、戻ったかな、戻った、戻ってるかな。ちょっと早めにちょっと順位読んでおきますね。今、あ、ちょっと今から順位読みます。じゃあ12位からかな。12位、ひろあきさん。11位、ルーキーさん、あ、間違えた。10位、しゅうさん。9位、ゆきかんさん。8位、ベアーマーハートさん。7位、7位、ニックネームさん。6位、タブちゃんさん。5位、ウルちゃんアットさやお選抜 A さん。4位、スギハッシュタグさん。3位がね、見えないね。2位がトロネコアットさやお選抜 A さん。そして1位がはやぶさアットさやお選抜 A さやのために全力疾走さん。ありがとうございます、皆さん。あと1分ぐらいで終わらなきゃなんですけど、ありがとうございます。こちらこそ本当にね。明日は皆さんに感謝の気持ちを伝えてパフォーマンスできるように頑張りたいなって思うし、なんだろう、一緒にやっぱライブなのでお席もあるし楽しめたらいいなって思ってますし、そう、そして総選挙開票では自分のを皆さんを信じて頑張りたいなと思ってます。皆さん本当に遅くにありがとうございました。また明日ね、明日は配信できたらまたしますので見てください。ありがとうございました。短くてごめんね。